いじゃなくて、なんかやりたがりでね。本来そういうもんじゃない。商店通り変化、ちょっと話が急に。はいはい、と。そこでもだから、劇場発信っていうのは考えてるんですよ。あ、なんか地を回りたい、そこでもう一個広げていく可能性欲しいなっていうのが締めに。ちょっと楽しみなんですよ。商店の上の場所、楽しみです。いやでも嬉しいですよ。まさかカラカムが来てくれると。タンバリンの、東京タンバリンの制作。はいはい。これも同時にやっていくじゃないですか。そうですね。これもちょっと僕はなんか影響を受けたっていうか、その、なるほど、プロデュースって形をするんだっていう、その なんかちょっと思いも よらなかった発想っていうか、まあ、役者と思ってるじゃないですか、うん、役者で、でまあ、青年らみたいなのもやるしって中で、それでプロデュース業もやるんだっていうのが、なんかね、ああって、自分も劇団やってるってことはそういうことでもあるわけなんで、ね、ああ、なるほどなっていう。ちょっとそこも考えさせられたっていう記憶があるんですよね。ええ、そうか。でもあのそのスペコマシアターの時にすでにもそういうのが近いものがあるんですね。でもタンバリンはそんなに永井さんは出ない、基本出ない出ないんですよね、はい、だからプロデューサーとして後ろにいるじゃないですか、うん、だその形がうん、あ、なるほどなってちょっと思ったりね、うん、あれもね、たまたまやっちゃったのがずっと通じちゃったっていうわけなんですよね。いやでもあのうちの役所も使ってもらった、レンガ教科とかね。いやそうだ、教科、うん、いや嬉しかったですよ。ああいう風にうちの当時の若いやつらを引っ張って出していただいたりした。あ、うん、いや多彩なんですよね。多彩じゃなくてなんかやりたがりでね。やりたがりで、ね、なんかかっこよく一個突き詰めるみたいなことができないね。いやそう、まあ言うたらでもまあ僕もそうかもしれないけどね。映画ってずっとやってるやんの。でもやっぱ演出やって作やって役者やって書きもやってとかやっぱりやりたがりで。だから今僕なんかもその、まあ、ワークショップをプロデュースするとか、あなんかそういうのもやってるから なんかやりたがりですね。ワークショップさあやってるね。ワークショップ長くやってない。それは2000年の頃からやってた。いや、やってます。もうなんか演劇業で その収入 その大半がワークショップとかになって、うんうん、30代ぐらいからそういう風になってたんで。あ、うん、で今減りましたけどね。一時期は学校とかでもやってたから、毎日授業みたいなやつやってた。2000年代とかね。それこそマイケルの頃は。あ、うん、言ってた。言ってましたよ。え、マッツは教えるのは好き？そうですね、教えるっていうか、まあ、まあ短期劇団みたいなもんじゃないですか、うんうん、その1年やったら1年の劇団みたいな、うん、1週間やったら1週間の劇団で、1日やったら1日もって。でも今はね、その地方、まあ主に中心地の奈良ですけど、やっぱ子どもとか老人でやるのがやっぱ面白いですね。確かに、うん、そしてやりたいんやろうなと思うことがよくある。そうそう、お年寄りの方。そう、お年寄りのね、やっぱなんていうかな、子育てから解放されて、はいはいはい、やっと今から人生がっていうエネルギーがあるんですよ、5、60のおばちゃんたちが。で、確かに時代は専業主婦を求めてたから、うんうん、なんか、学生の頃は演劇部だったけれども、もう我慢して身にもいかんし、ずっと子育てして、やっと子供が結婚したからってことで自由になって演劇って、なんかね、喜び具合が伝わってくる。ああ、はい、分かる。なんかそれがね、面白いんです。もうだから うまくなる必要もない、ピュアな、うんうん、そのなんかね、こう東京でワークショップって言ったら、その野望に燃えた若者が来るでしょ。カムカムステップにテレビでとか余裕で言うんですよ、はいはいはい、そういうの一番愉快やねんけど。オーディションとかでカモカモステップにとテレビドラマっていうの絶対 NG ワードなんですけど、
ステップって何やねん。いや、ステップって何やねんっていう、テレビって何やねんっていう、そのワークショップとかでも、若者がそういうの多いけど、うんうん、おばあちゃんたちって、もうそっから何かに行こうとしてるわけじゃなくて、はい、一瞬一瞬を楽しんでるのがすごいピュアなんですよね。それだけで感動できるっていう、うんうん、だから別に本番見せてもいいし、うん、そうだね、うん、全然もう稽古もだからしんどいしんどいって言いながらみんな喜んでるし、うんうんうん、そういうのと一緒にやるの楽しいですよね。もう技術とかもいらんし気持ちとか入ってへんでいいしっていう演劇の根本的な。でだから最近この子供で感じるのは、うんうん、やっぱりその行き場のない子供って多いねんなっていうのがちょっとあって、なんか昔みたいに放課後みんなで遊ぶとかそんなんがなかったり、あーそうね、そのまあその塾行く子は塾行くしみたいなんで、でなんか親からしたらなんかこの演劇のところに行ってて時間潰してくれてたらありがたいみたいなとか、あるいはちょっと内向的な子とかやったらみんなと遊べへんみたいな、そうそうそう、なんかそういう子もいるし、なんかちょっと混ぜてて、同級生とかとかやとちょっとなんか混ぜてるから友達になれへんような子が大人と一緒にやるとか、あ、そういうのも楽しいです。それはそれでピュアだから、うんうんうん、それからプロになっていくっていう子役みたいな子じゃなくて、とにかく自分の居場所を作りたい、ね、そうそうそう、自分の居場所を遊んで、うん、で学校みたいにできへんだら怒られるとかないし、うんうんうん、なんかかわいいなとか言われるだけだからミスってもなんか着心地いいんでしょうね。そういうおばあちゃんや子供たちが輝いてる現場っていうのが勉強になるし、なんか本来そういうもんやからね、演劇ってって思ったりして、最近は それを拡大していくプロデューサーみたいなのに何とかなっていきたいなと思ってるんですけど、ね、いいっすね、いいっすね。それちょっとあれよ、か今度またゆっくり話して。そうそうなんですよ。商店通り編ってちょっと話が急に、はいはい、はい、と行きましょうか。やってるんですけど、はいはいはい、そこでもだから劇場発信っていうの考えてるんですよ。あ、ぜひやった方がいいですよ。 それでやっぱり今あるのがやっぱりそのシルバー世代の60代、うん、70代だと巻き込んで芝居する、まあ、ゴールドシアターとか、そういうのをその区民とか、はいはい、福島界隈の人、はいはい、商店通り商店街ってすごい飲み屋がある、はいはい、そういう人が多いから、そういう人たちに参加してもらって、なんかちっちゃい演劇とか作りたいとか、あ、やりましょうよ、ほんと。じゃあまず声かけられる、ぜひ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 、うん、だね、どれぐらいのスパンだとみんなやりやすいかですよね。そうそうそう、練習がまあなんか月1回ぐらいあるのか、週1回ぐらいなのかみたいなで、発表会どの程度でやるのかとか、でも最初はちょっとぬるいやつでいいと思うんですよ、ね、なんかワークショップからの発表会みたいなね、試してみて、ね、で絶対ハマってくるから、みんなしかでハマってくると、ちょっと来週も集まろうやみたいな声出てくるんですよ自然と。それぜひやりましょうよ、ね、その高齢者成功したら子供も入れて、うんうん、で別にリアルにちっちゃい劇団でやってる連中、若い連中も入ってきたりしたら、ムーブとしては結構、そうそうそう、うん、そう、ちっちゃい子も考えてて、やっぱり近くに小学校があるから、うんうん、そういう頃に例えば劇場を中身してあげたり、ちょっとワークショップしてっていうのは、もう案としてあって、うん、だからそういう点と点、うんうん、まあ、シルバー世代、若手世代、うん、あの普通の人たち、ちょっと年配とか、こういうのを。で、なんかいろいろやっていって、最後それを線にする、うん、ああ、いいですね。そうしたらね、なんか一つなんかレパートリーとかもできるし、そうですね、うん、そういうもう人がもうしょっちゅう集う劇場ね、そう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 、いや、素晴らしいと思いますけど、そう、今話になった商店通り劇場っていうのは今度オープンしたんですけど、永井さんが3月オーナーですよね。どういう経緯で作ったんですかね。改めて聞きますけど、びっくりしましたよ、うん、これあの講談の時にこけら落としの配信で僕一人芝居やったんですけど、うん、はい、そこで語ってるんですけどね、はいはいはい、もうないんですけどね、ああ、そうですか、あ、そうね、もう本当にでもね、あの劇場を作る気はもともとなかったんですよ、はいはい、そのような考えもなくて、まあご存知かと思うんですけど、あの僕は金持ちの子供だったはい、ええとこの子供だったんです、ええとこの子供じゃないと演劇続かなかったんですよ。よっぽど貧乏か、よっぽど金持ちか、僕は後者だったんですけど今だから言いますけど、それもね、そうそう、まあそう、それであの僕は継がなかったんですよ、家ちょっと不動産みたいになってて、うん、
うん、で継がなくて弟とかが継いでたんだけど、はい、親が両方死んで、はい、ちょっと弟が病気しちゃったよ、はい、でもちょっとやらざるを得なくなったんですよ、はい、家を。でやってる時に今の商店通り劇場のところにがもう廃墟ビルで、はい、全然使ってない、はい、もったいないと、はい、でも持ってたわけですか。そう持ってたんですよ、はい、場所、はい、じゃあなんかちょっと建て替えようっていうところから始まって、最初は本当にスタジオを作る予定だった、うん、誰でも集える、うん、稽古場でもできるみたいな、うん、を考えていて、で上の方にマンションを作って、うん、で小銭稼ぎ、はい、ちょっとええなーとか思ってたら、それにかかるの何億とか、あ、そうですよね、いわゆるその借金せなあかんよとか言われて、そんな無理やまあね、そう演劇業ですからね、50円以上にもなってさ何億も借金してどうすんねんと思って、その単位無理ですね、ありませんじゃあまあ飲食店のとかして、一回スタジオするとか言って話してる時に誰かが、うん、だったら劇場にすればいいんじゃないですか、それこそもうすっごい適当やけど助成金とかもらってやったら回していけるよって言い出して、でそれに乗っかって、はい、あじゃあ劇場しますよと、で劇場にする、ほんとそれだけなんですよ。それ誰かがレベルで誰かわからないですか。わかりますけど、そうですああそうそうそう日が立てないことだったし、ああそうかそうか、うん、本当に話の流れ、だからもうそうそう、スタジオやったら例えばほらいわゆる工業ができないじゃないですか、うんうん、そうですね、そうですね、でも劇場やったらそれこそカムさん、カムさんに来てもらうとか、うん、いろいろ工業も出るから、でも劇場は劇場でなんか建物的な規制あるじゃないですか、 それでお金かかるんじゃないですか。お金はかからないから、めっちゃ厳しい、いわゆる消防ってやつ。そうでしょ、うん、それがきつくて思い通りに全然いかなくて、うん、でそう、もうなんかこうしたのにこうできないとか、客席はこういうふうにしなきゃいけないとか、それこそ金融マンを払わなきゃいけないとかっていう、どん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 出てきて、立てて立つ前はすごいやめとけばよかったっていうスタジオにすぐやったわけ。え、劇場建てるに際しても女性って出るんですか。いやそこはね、そこは勉強不足で、まあ、ちょっとあの、まあ、借金はしたんですけど、それもでっかい借金じゃなかったので、まあ、お金借りる金融方向からお金借りられたんで、まあ、なんとかなるわと思って、それがで今2階建て、2階建てですよね、上が楽屋で、上が楽屋で、下が、まあ、2階部分までが劇場、うん、だから天井がすごく高くて、うん、いい劇場なんですけどね、そう、もう使わせてもらうけどまだ1回も行ってなくて最悪当日が初めてになっちゃうんですけど、まあ、なんかまあチャンスあればちょっと1回下見行きたいんですけど、そうね、四月、はい、うん、が大阪は割といるんで来ていただければ案内しますけど、コケラ落としが清太郎師匠、春ですよね、3月3日ですね、すごいですよ、清太郎師匠あんな ちっちゃいとこでって清太郎師匠って僕もお知り合いなんですけど、あのすごいなと思うのは、あんだけ人気者なのに、あのなんていうか、でかい仕事を優先しないんですよ、しないね、もう本当に順番だって言ってて、だからものすごいです、1000人2000人の大ホールでやった翌日に、なんか東北のバスに何時間も揺られて行ったお寺の檀家さん10人の前で一席とかやるとかいう毎日をっていう、そういう清太郎師匠が、いやでだってあんなのすぐチケット売り切れたでしょ、売り切れましたね、だってね、商店通り劇場30人ぐらいですよね、本当それぐらいです、そう配信でやってて僕も拝見したんですよ、うん、面白かったですね、あの、ま、枕が長い両方見た、両方見ました、あの1本目のやつね、一番最初のやつは本当に明らかに京太郎さんがほら探ってんなって、探ってそうだ、関西の人やから客がねあんまり、しかもあんまり見てない、そうあんまり知らんのを探り探り、だから東京の落語家の名前出しても反応なんだとか探ったって面白かった、そう時々ボッとなるんだけど、それが続けへんから頑張って探り出して、そうういつ始まんねんっていう、だから裏で聞いても裏むっちゃおもろかったけど100ボーっとしてそう面白かった、面白かったね、そうそう、京太郎さんはね、あのそれこそさっき言った東京タンバリンっていうところ
で、あ、いや、そうか、そうなんです、多分出てはるんです。そこでちょっとあのもうちょっと変わったら、それこそ締め劇じゃないけど、うん、あの茶室を舞台にしたお芝居をずっと作ってた。ああ、はい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 。もう本当に客が20人ぐらい向かい合わせて座って、で40分ぐらいに芝居して、その後お茶を飲んでもらう。ああ、面白い。そうそう、和と演劇の融合みたいなやって、そこに出てもらったんですよ。でそれが縁でちょっとつながりがあって、そういうことをこけろうとして出れるかなと思って、連絡したらいいですよ、終わり2つ返事でいいですね。それで永井さんの一人芝居もやあ、講談、それは講談の講談と永井、はい、で、オリゾさんの芝居も青年団もやってましたね、っていう。そして我々もまだ早くというか、7月後半、本当にこじんまりした小屋で、まあうちはその締め劇というのをね、うん、持っていこうと思うんですけど、なんかまあうちも今そのまあ本公演では100人200人の小屋でやりますけども、なんかね、こうミニマムなものっていうのが最近ちょっとなんか可能性をはらんでるんじゃないかなっていうのがあって、うんうん、本公演っていうのはもう今こうなかなかね、あのじゃあ大阪公演だ名古屋公演だってなかなか実現しないんですよ、我々の規模では。結局大きな資本が動いたものでないと。確かに、うん、でも基本的に僕は関西人だし、まあなんか最低でも関西公演やりたいし、地方を回るのが一番楽しいんですよね、うん、で東京だともうカムカムなんて古いなって言われるけど、あ一昔前に流行った劇団みたいに見られるけど、別にね、地方行ったら見たことないようなテイストだと思うから、なんか地方回りたい、そこでもう一個広げていく可能性欲しいなっていうので締め劇っていうのを作ったんですね。でもやっぱりそんなに4人芝居なんでそんなに料金取れへんし、少人数やからね、入場料金もたかが知れてるから、ね、30人ぐらいだったらなかなかペイが大変、現地に呼んでもらわないとっていうの。でも大阪で、あ、この永井さんの劇場の話聞いたときに、そっか、もうここ一回立ってみたいし、まあちょっとまあこっちで負担してもやるかみたいな感じで、ちょっと関西やったらみんな泊まるところもあるかもなって、俺実家でいいしとか、なんかそんな感じでなんとかやってみようかなっていう。いやいや、でも嬉しいですよ。まさかカムカムが来てくれると思わなかった。その締め切り企画にちょうどいいサイズ、うんうん、なんかね、その企画上しか考えないですよ、ね、それでその締め切りって内容も普段のカムカムって割とミステリアスな物語だけども、うん、例えば演劇初めて見る人には結構 え何ってなるけど、うん、締め切りってある話をやるんですよ、ね、うん、割とその誰でも分かるような話をちょっと表現をあのカムカム風にする。はいはい、でなので、そうか、ちょっとごめんなさい、元ネタがちゃんと、そう、元ネタであの、現地のお話も必ず入れるみたいな、うんうん、今回だと、新徳丸っていうネタ入れてるんですけど、はい、これ、天王寺の話なんです、天王寺、四天王寺の、あの四天王寺の話で、まあ、多分講談でもあるやろうし、説教武士なんですけど、うん、まあ、歌舞伎にもなってるし、日本にもなってるしっていう、それを、まあ、カムカムにやるっていう。だからお話はなんかみんななんとなく知ってる話で、ね、新徳丸とか、で、あとの日本もまあ江戸川乱歩やったら、江戸川乱歩全部みんな話知らんでも、まあ、明智小五郎みたいなのもなんとなく知ってるし、戦隊みたいなテイストも知ってるしとか、あの海賊船ってやつもいわゆるテレビでやってるなんとか鳥物帳みたいな時代劇なんで、難しいことは全然ないわけですよ、うん、そうかそうか、ごめんなさい、勉強不足で。だからまあ、うん、結構お年寄りとかで見に来てもても大丈夫やなっていう、うん、でもあるでしょ、だいぶ売れチケット売れてて、いや、おかげさまでね、結構販売日にかなり売れましたね、ありがたいことに。それこそ商店通りなんか人たち見てもらいたいな。そう、そうですよね、うん、そうなんですよ、なんでも当日券とかね、そうなんですよ、ね、出ればいいんですけどね、なんとかしたいんですけど結構売れました ね、 ね、予想外に。いや、まあ、声がしたいよ。だからこの間去年ね、大阪公演の中止になったんですよ、コロナで、カムカムの。それもあって、去年を1年関西でやれてないから、まあ関西のカムカム好きな人にとって久しぶりっていうのもあるし、そりゃ来るわな。あとは僕が奈良でかなりの人数の人と演劇でつながってるから、奈良からも福島で来れるから、結構奈良の人も買ってくれてるっていうのがありましたね。
こんな売れんのやったらもうワンステージぐらい、うん、そうね、もう一日ぐらいあってもよかったんけどっていうことなんですけどね。いやいや、だから懲りずに、まあ、そうですそうですそうです、もうこう、まあ、やってみてやってみてね、うん、うん、そのこうしょっちゅう行く感じになってもいいなっていう、うん、そうですね、うん、そうなったらいいなと思ってるんですけどね。で自由に使ってほしいし多分、まあ、今回はあんまりねすごいことしないだろうけど、そうそう、まあ一回やってね、うん、その使い方の可能性を探らせてもらって、ちょっと楽しみなんですよ、はい、ちょっと商店通り劇場すごい楽しみですね。楽しみ、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。いやいや、お願いします。じゃあ中井さん、直近の、まあ、まあ次秋ぐらいに公演があるということでね、あとはあの映画がね、あの今中井さん主演って言っていいんですか。あ、主演と言っていただきます。写真の女っていう映画がありましてね、これが海外で賞を取りまくっているとかね、すごいです、すごい映画があるんです。で公開はまあちょっと前に、もう20年ぐらい日本では、うん、そうやってて、でも今配信で見れるらしくて、僕まだ見てないんですけど、実は海外では注目のジャパニーズアクターであると、ね、実は国際俳優国際俳優であると、これも意外やなって、意外なとこ行ってるなっていう感じがすごいですよ。映画主演だけですごいですよ。ああ、まあまあたまたまね、ね、すごいな、おじさん主役の作品なんてなかなかないし、ないしね。いや、それぜひ写真の女皆さん見ていただければな。いや、松もぜひ見てください。僕も早速配信で見れるということで見たいと思っております。はい、そういうわけでございましてですね、はい、まあ商店通り劇場と、うん、なんかいろんな企画などで、そうね、また連携して、うん、ぜひぜひやっていきましょうよ、うん、なんかまた二人芝居とかやりたいです。そんな話しようと思ってたよ。実はね、二人芝居やったことあるんですよ。あるんですよ。それも動物性物語って超メジャーなやつなんです。でこれってあのオールビーでしたっけ。オールビーって版権取れないんですよね、なかなか。それを永井さんが宣伝だけとかでですよね、じゃないか、じゃなくてもう個人に行きました。永井さんがもう頑張ってもらって取って扇町でやりました。扇町と鈴なりでやったんですけど、動物園物語って有名なあれを天王寺動物園で置き換えて関西弁で ねやった、なかなかの評判で、あれだってね、まあ、それこそ翻訳したものを作るときすごいラストどうするみたいな悩んだ、ね、悩みましたね。これで終わったら絶対日本人に伝わらないみたいなこと言って大胆な演出しましたしたねあれだって、あれあのままもう一回やってもええぐらい面白い。いやー、やりたかった、やりたいし今でもやりたいと思うよ、うんうん、でも大規模ですよね、よう考えたらあの演出ね。ようあんなに金かけたなって。あれそんなのしばらくちょっと苦しかったすんません。いやでもね、あれを見て、あ、そこからの付き合いの人とかいますよ。あ、そう、あれをたまたま見てくれた人がずっとそのあれをきっかけで松村を追ってるんだっていう人とかいるんですよ。いやいや、あの時の松は本当に圧巻やったんですよ。なんかもうやりがいあったんで、ずっと喋ってますもんね。ね、やっぱね。いや、俳優松村っていうのが僕結構好きで、あの、まあカンカンムーはもちろんなんだけど、あのたまに朝スパッとかも出るんですけど、外、はいはい、に出てる時の松っていうのは本当に、あ、この人俳優やねんなってすごい思うことがあって、だから気にはなってたのもあって、多分。うん、やろうってこっちから来ると思うんやけど、まあ予想以上のことをやってくれね。でもあの、まあそんな常に見てるわけないけど、他の動物園物語と比べても面白いと思うんですけどね。絶対面白いですね。絶対面白い。で、我々にしかできないその関西ニュアンスで作ってるから、うんうん、それもすごい面白いし、うん、あれまたやったらええねんな、ね、やる、ね、やりましょうよ。客入るかな。そこが怖いとか言うそこがですよね。だからそれこそさ、あれ商店通りでもできる。商店通りでやります。実は、うん、商店通りでやって、うん、劇場のなんかラインナップにしていけばいいじゃん。年に1回やるぐらい。いやいやいや、全然いいと思う。ね、でちょっとほら、ちょっとお高めに取ってしまう。うんうん、そう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 。結構あれはね、あのサイズでの超劇場で。うん、あの芝居を見るって相当いや、すごいなんか演劇先進国家みたいですよ。そうそうそう、お得感はむっちゃあるし、好きなんだ絶
対喜ぶと思う。いや絶対見せたいね。動物園物語ってもうなんかこう性格俳優みたいな人みんなやりたがるんで、ね、やりたがるんですよ。でもなんかちょっとねやりたがってる感じ出てしまうよね。だからね、そこ関西弁にするってことの方が大変やったから、うん、そこフラットにできましたよね。ね、うん、そうそう、あれやりたいな。そう、ね、あんまり見せなきゃみたいなかと思う。ね、感情見せやなとかじゃなくて、うん、なんか素でいる、うん、素でいる状態で、うん、情景 も天王寺の情景でこうやってやってるし、ね、いや懐かしい、あれやりたいな。ね、そうですね、それをちょっと考えつつね、うん、ぜひぜひ。僕の二人芝居ってね、そんなにやりたいと思うけど、永井さんとやったらやりたいなと思います。ね、翻訳をやりましょうよ、永井さんと。もう違うのやる、うん、翻訳を全部大阪弁にするしやりましょうよ。そうか、翻訳物をね、うん、ああ、でも岸田君とかもある。ああ、それもまあそれも大阪弁でやる、大阪弁でやるみたいな。おもろいかもね、でもなんか読むの大阪弁にしてる面白さがある気がするね。確かに確かにそれ、うん、なんか英語でかっこいい感じに見えてるけど、それはなんでやねんって言ってると思うとね、なんか違う風に見えるやつっていうのはね、なんかやりましょう。そのシリーズをぜひ実現させたいですね。できるだけあの楽に半券が、うん、楽に半券取れるやつ、ね、そうでちょっと面白い、面白いやつ。じゃあちょっと僕もぜひちょっと探してみる。ぜひ、まあ、松もぜひ提案する。ああ、そう、もう提案します。もう商店通りっていう拠点があるわけだからね。え、そうです、なんか実現性が高いですね。高いです、うん、ぜひ。もうそういう企画もウェルカムです。ぜひ、はい、実現させましょう。皆さんはお楽しみにお待ちくださいというわけでございまして、本日のゲストは永井秀樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。